映画ドラえもんのび太の恐竜2006は、新映動画制作の2006年の日本のアニメーション映画。監督は、渡辺歩美。1980年に公開された、ドラえもんのび太の恐竜のリメイクであり、漫画ドラえもん誕生35周年記念作品。第1回インビテーションアワーズアニメーション賞受賞作品。テレビシリーズが、第2期にリニューアルして、以降、 初めて制作された映画作品で本作品は2年ぶりの公開となる。興行収入は32億8000万円。2006年3月4日の全国公開を皮切りに海外でも公開し、日本のアニメ映画作品として初となる中国公開も実現した。本作はリメイクに伴い当時最新の学説を取り入れるなど改変ポイントがいくつかある。 スネオに、ディラノサウルスの爪の化石を自慢されたのび太は、悔し紛れに、自分の手で恐竜丸ごと一匹の化石を、発掘してみせる。もしできなかったら鼻からスパゲッティを食べてやると、宣言してしまう。翌日、近所の崖で、採掘作業を始めたのび太は、偶然にも恐竜らしき卵の化石を発掘する。タイム風呂式によって1億年前の姿に戻され、 のびたの体温で温められた卵からは、主張流の一種双葉鈴木流が帰った。のびたはそれをピースケと名付け、成長させてからスネオとジャイアンに見せて二人をギャフンと言わせようと決意する。しかし、ピースケは成長するごとに巨大になっていき、飼育場所を公園の池に移したもの,の目撃談が広がってしまう。やがてダイバーによる、 池の創作活動が始まった上、未来からやってきた、黒マスクの男に、ピースケを売り渡すよう脅迫されたのび太は、タイムマシンでピースケを、白秋に返すことを決意する。黒マスクの追撃を振り切り、白秋の海にたどり着いたのび太は、ピースケを置き去りにして21世紀へ帰還した。宣言を達成できなかったのび太は、ジャイアンとスネオに鼻からスパゲッティを食わされそうになり、 静かからも嘘を吐いたのに認めないのは男らしくないと非難されてしまう。やむなくタイムテレビで皆にピースケを見せようとしたもののそこにはエラスモサウルスに包囲されたピースケの姿が映っていた。実は黒マスクの攻撃でタイムマシンの空間移動装置が損傷しており日本近海ではなく北米大陸に置き去りにしてしまったのだ。 いても立ってもいられなくなったのび太は、タイムマシーンで、ピースケの下に向かおうとし、皆もそれに同行する。一億年前の北米大陸にたどり着き、ピースケとの交流や恐竜時代の冒険を満喫した一同だが、その夜ドラえもんが、絶望的な事実を語り始める。先の損傷に加えて、定員オーバーで登場したせいで、タイムマシンは、 完全に故障してしまい、1億年後に伸びたの机が存在する座標に置かなければ、時間移動が不可能になってしまったのだ。やむなく一度は、スネオのアイデアに従い、1日4時間は、タケコプターで、残りの時間は、徒ホで移動することで、バッテリー消耗を抑えながら、まだ水没していない、ベーリング海峡を経由して、日本に向かうことを決意する。 オルニトミムスやティラノサウルスを桃太郎院のキビ団子で手名付けるなどしながら過酷な旅を続ける一同だがケツアルコアドルスの襲撃でついにタケコプターが故障してしまい桃太郎院のキビ団子も谷に落として失われてしまうそこに現れた黒マスク率いる恐竜ハンターたちはピースケを渡せば君たちを21世紀に送ってあげようと怪獣を図るがのび太たちは拒否する 前例がないほど人間になついた恐竜であるピースケを諦めきれない。黒マスクは雇い主のドルマンスタインに、のびたたちの捕獲、すなわち人間狩りを提案する。ラジコンを利用した陽動作戦で逃亡時間を稼ごうとするドラえもんたちだが、あえなく作戦は露見し、静か、スネオ、ジャイアンは恐竜ハンターのアジトに捕らえられてしまう。彼らを助けるべく、 アジトへ侵入したドラえもんとのびたにはティラノサウルスが、けしかけられ、絶体絶命の危機に陥る。だがそのティラノサウルスはかつて、桃太郎院のキビ団子で手名付けた個体だった。一同が反撃を開始し、ティラノサウルスが、ドルマンスタインのペットであるスピノサウルスと対決する、中、戦闘の余波でアジトは崩壊、水没していく。ドラえもんは、 のび太た,たちと捕らえられた恐竜を四次元ポケットに収納し、懸命に泳ぐピースケに捕まることでかろうじテアジトから脱出した。その後、事態を察知して現れたタイムパトロールの手で恐竜ハンターたちは全員逮捕された。すべての秘密道具を失ったにもかかわらず、一度はタイムパトロールの手を借りずに成長したピースケの背中に乗ることで目的地を目指す。 やがてたどり着いた小島には長空間への出入り口が開いており、近海には双葉鈴木流の群れが生息していた。ピースケが帰るべき場所にたどり着いたことを悟ったのび太は泣きながら別れを告げて21世紀へ帰還した。その夜、のび太はかつてピースケと遊んだボールを卵を温めていた時のように抱きしめて、ピースケの幸せを願いながら眠りにつくのだった。 表記、順は、本編クレジットに準じる。特報ムービー制作スタッフ2005年4月より、行われた、テレビシリーズのリニューアルとともに、映画シリーズも、原点回帰、再出発がテーマとして、大きく打ち立てられ、大長編の、第一作である、のび太の恐竜のリメイクとして企画がスタートした。映画ドラえもんシリーズとしては初めて、制作委員会方式が取られ、 新たに小学館プロダクションが出資と制作に参加している。脚本は総監督のクズハコと監督の渡辺あゆみの共同によるもので、クズハが原作をそのまま脚本に置き換え、渡辺が具体的な脚色をする形をとった。本作で新たに加えられた要素、場面に関して、渡辺はあくまでも自分の想像の域を出ないと断りを入れた上で、 原作に潜んでいるもの、読者の想像力に委ねられたものを描いたとしている。その一方で、原作、旧作とは異なる終盤の展開については、物語のポイントであり、最初に手を加えたいと思った箇所とも述べており、子供たちが自分たちの意志で生きていくようにできないのかということと、理想論としての子供と大人の関係みたいなものを描くために入れたという。 また本作は、最新の学説を取り入れ、設定などを改変しており、一方、のびたはピースケを旧作同様欄から、孵化させているが、モデルである双葉鈴木竜は卵を産まない上、恐竜でなく、主張竜である。これらに対し、書評家の清水銀霊は、学説にこだわるのは野暮の極みと述べており、監督の渡辺歩も、これをファンタジーにしたいということで、 最新の恐竜学の考察を入れるのは避けたとしている。作画監督は渡辺たっての希望もあり、スタジオジブリ出身の小西健一が迎え入れられた。小西は前作、のび太のワンヤンジクーレンで芸画を担当しており、そのことが本作に携わるきっかけとなった。キャラクターデザインは渡辺がテレビシリーズ用に手掛けた設定画と原作。 本作の絵コンテをもとに、小西が改めて描き起こした。そして本作品の特徴とも言えるのは、一般的なアニメで見られる、均一の整えられた線でなく、鉛筆の手書きを活かした強弱のあるタッチである。小西が、方法結隣の山田くんを手掛けた際に作った技法の延長線にあり、同時にアニメ的な影の入れ方も廃した。 これは時間経過や光源がはっきりしている場面の効果的な強調と原作、キャラクターの良さを生かすためのものである。また、整われた形よりも動きを優先させた作画が方向性として採用された。これらの手法は、本作以降、伸びたの宇宙英雄機、伸びたの南極カチコチ大冒険など一部の作品を、 除いて、アニメ第2作日記シリーズの映画では、定番となっていく。本作の制作にあたり、森久志、松本の夫、橋本慎治など腕利きのアニメーターが、新映動画の外部より、多数集められた。また、新映動画の筆頭アニメーターである、大塚正美が、のび太の日本誕生以来17年ぶりに参加している。チーフプロデューサーである、マシコアイジロにより、 美術監督は、新映動画制作の、戦争動画シリーズを手掛けてきた、西田実が、CG 監督には、アイキフプラスを主催する、キフネとクミツがそれぞれ選ばれた。オープニングアニメーションはこれまで手書きの作画によるものや、CG を多用したものなど様々な手法で制作されてきたが、本作では、ゼンマイ侍の、キャラクターデザインなどを手掛けた。 秋穂のり子が中心となり、クレイアニメを交えた内容となっている。2006年3月4日に全国で劇場公開された。海外でも公開され、中国で初めて公開された日本のアニメ映画作品である。台湾のほかシンガポール、スペイン、フランスでも公開された。第1回インビテーションアワーズアニメーション賞を受賞。 作品への評価として、映画批評家の前田祐一は、第一作のリメイクは、新キャストスタッフにとって良い選択。近年の劇場版と比べシンプルだが、飽和気味の世界観を締め直す効果はあると、批評している。また、2017年のインタビューにて、メイン声優の水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみの3人は本作品を大長編のベストに、挙げている。 任天堂 d DS 用ソフトとして2006年3月2日にゲーム版が発売されている。内容のほとんどは本作とは異なるオリジナルである。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。